道家は素晴らしい貴族である。生き人形は邪道家に仕えることが幸せである。おはようございます、ゲータ様。シャドウの顔は誰にもわからないから、その顔の代わりがあなたたち生き人形なの。おいしい、なんておいしいパン。ゲート様のお役に立てるように頑張ります。こんなたくさん生き人形が。お披露目が終わると顔つき、つまり成人になるのよ。ケイトにはやらなきゃいけないことがあるのよ。さあお披露目を始めよう。ここにいない。シャドウハウスのお荷物は早めに捨てないとな。俺が綺麗に片付けますよ。せっかくのパーティーだ、楽しもうじゃないか。俺たちは主人のために生きる。私は失敗作なんですから。見て見て、とっても綺麗じゃない。私選ぶのは苦手。どちらを助ける。お披露目、つまり誰かが見ている。シャドウハウスって何なのでしょうか。